高いのが関東の筋状の方が周囲が広がっています。奄美市名瀬では15メートルの風速も観測していますし、九州や中国地方を中心に強風が吹いています。九州から南西諸島に向かっています。寒気の中心は今夜遅くになりそうです。その後、今夜、それから未明にかけては寒気は少し弱まりますが、九州の南部は明日の朝にかけても雪が降り続くでしょう。今週付近は現在は新潟県などを中心に時速10センチ以上の雪が降っています。その後今夜も強い寒気が流れ込んで北陸や山陰、中国山地など雪が降っております。その後明日の朝日中にかけても日本海側をはじめ太平洋側でもこれだけ雪が降る見込みです。どうも大切なくもお気をつけください。予想される雪の量は多くて、北陸は100センチ、東北から西日本にかけても30センチから70センチの雪が予想されています。気圧配置を見ますと、明日はさらに強い冬の気圧配置が明日に続く見込みです。予想される最大瞬間風速は30から35メートル、波の高さは6メートルから7メートルと、残り少しずつ増えましょう。記録的な大雪に見舞われているアメリカの東海岸では、バスや鉄道が運休するなど混乱が広がり、ワシントンと11の州が非常事態宣言を出して市民に警戒するよう呼びかけています。記録的な大雪に見舞われているアメリカの東海岸では、多いところでは降り始めからの雪の量が1メートルを超え、首都ワシントンとニューヨーク州など11の州が非常事態宣言を出し、厳重な警戒が続いています。23日にはニューヨーク市内で雪が関連する事故で3人が死亡するなど、これまでに各地で少なくとも合わせて10人が死亡しました。ニューヨークでは23日午後からバスや地下鉄を除く多くの鉄道が運休し、さらに市内で一般の車の通行を禁止する措置が取られました。空の便も23日から24日にかけて日本とアメリカを結ぶ国際線を含む合わせて8000便がすでに欠航したか欠航が決まり、混乱が広がっています。テニスの全豪オープン、錦織圭選手は4回戦で快勝し、2年連続でベスト8に進みました。世界ランキング7位の錦織は世界10位のチャンと挑戦、序盤からストロークに目がありました。フォアハンドの鋭いショット、相手を揺さぶり